ピンポン。あかりちゃん、お願いがあるんです。絶対に嫌。なんで、まだ何も言ってないのに。タイトルから何お願いしてくるか丸分かりなんだよ、ボケ。じゃあ、あえて罵り合いっこしましょう。そうしましょう、あえて。何その君しか得しなそうなイベントは。え、私悪口とか言ったことないし、罵るとか難しいよ。お、魔人ブー。お前をチョコにしてやろうか。あ、やだ、甘くて美味しい。しゃあないな。この口先だけはナイフ女と恐れられたうちの実力を見せたるか。それもしかしてバカにされてない。行くぜ、あかり。お、よっしゃ来い。大丈夫、うちは優しいから、何言われても、なぐので。してあげるな。あかりちゃん完璧美少女やった。え、何言ってんの。もうやめてよ、めっちゃ圧力かけるじゃん。よし、私も。やーい、このギャル。あほー、バカ野郎。語彙力よ。えへへ。でもうちは葵ちゃん大好き。これからお友達なろう。ごめーん、すげー、両親をやりに来た。誰か私を罵ってください。あ、ちょっとそれは難しいかも。じゃあ次はあかりちゃんお願いします。本当にあんな得意やないんやけどな。おん、見下されて喜ぶだなんて、本当にどうしようもない変態。ほんと。気持ち悪いね。ありがとうございます。これであと半年は生きられる。もっと生きろ。喧嘩、よくない。あ、これはですね、罵られて興奮するという大人の遊びでして。悪口、ダメ、相手、悲しい。すみません。